衛星司令部管区は、ドイツ連邦軍の救護業務軍救護式、司令部令下の師団級コマンドで、軍管区の一形態でもある。衛星司令部管区は4個が編成され、同様に4個が編成されている、防衛管区司令部と管轄地域が同一となっている。衛星司令部管区は、ドイツ連邦軍の衛星制度改革の一環で2001年10月1日に、編成される。 連邦軍各軍が保有していた衛星機関の大半は閉鎖され、新たに救護業務軍のもとで衛星機関は再編成された。これにより国内外に展開する将兵たちに対して効果的な衛星環境を提供する。第一衛星司令部管区の管轄地域と司令部所在地管轄連邦州はシュレースビヒホルシュタイン州、ニーダーザクセン州、 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、ブレーメン州、ハンブルク特別市。第2衛星司令部管区の管轄地域と司令部所在地管轄連邦州は、ノルトライン・ウェスト・ファーレン州、ライン・ラントップ・ファルツ州、ヘッセン州、ザールラント州。第3衛星司令部管区の管轄地域と司令部所在地管轄連邦州は、チューリンゲン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州。 ブランデンブルク州、ベルリン特別市。第4に衛星司令部管区の管轄地域と司令部所在地管轄連邦州は、バイエルン州、バーデンビュルテンベルク州。ありがとうございます。